ちょっと大丈夫？えらい長いことトイレ入っとるみたいやけど。あ、いや、無事なんやったらええんやけどね。あ、ご主人、やっと出てきよったな、君。ま、なんか悪いもんでも食うたんちゃうか思って心配したで。て、いや、まず手洗わんかい。てか、もしかしてトイレの中になんかおもろいもんでもあるんとちゃう？ほんで長いこと入ってまうとか。あ、なんやこれ。なんかめっちゃ引っ張りたなるわ、これ。一回どこまで引っ張れるかやってみたろ。って、いや、冗談やん。冗談。いや、しかし、あの、引っ張りたなるやつ以外は、これといっておもろいもん見つからへんけど、ほな、やっぱおもろいから長いことトイレ入ってたっちゅうわけではないんか。って、いや、だから手洗ってへんのにケツを触んな。あか。ちょっとご主人、って、うわ、びっくりした。いや、まだトイレ長いからなんかあったんか思って。いや、でも今回はな、僕ちゃうねん。師匠が心配そうにしてて、様子見てきた方がええんちゃうか、言われて。なあ、師匠。師匠、ついに喋れるようになったんやし、ご主人心配してたでーって言うたったら？いや、やっぱ喋れへんのかい。毎度、また見に来てあげたで。で、どない？今日のお腹の調子は。え？お酒飲みすぎていつも通りゆるゆる。いやいや。もう、ちょっと一回どんなか見たるわ。って、いや、くさ。これ入ったら命に関わるやつ。うん。いや、やばこれ。てか、酒の量もう少し減らしたら？いや、しかし臭すぎてイカ耳になるでこれ。まあええわ。まあとりあえずお腹痛いの収まるまで僕ここで待っといたるわ。いやほんま、こんな優しいにゃんこどこにおんねんちゅう話やで。で、まだかな。あと40秒だけ待っといたるから、早よしや。39、38。あ、ご主人。って、開けんの早。てか、今日は早かったや。どないした？熱でもあるんちゃう？あれか。昨日僕がお酒の量減らし言うたん、ちゃんと聞いてくれたんやな。いや、健康第一やからな、ほんま。いや、ご主人の体調が良うなったんやったら、やっとこれで僕らも気兼ねなく遊びに行けるわ。って、あれ？師匠？いや、なんで君はそう先々自分ばっか行くかな。ちょっと協調性を。と思ったら、もう帰ってきよったわ、このおっさん。よし、ここはせっかくやし、当選簿ごっこでもして遊んだろうかな。ほら、師匠、通れるもんなら通ってみーな。通ろうとした瞬間、ドアを押さえて顔むぎゅーしたる。って、いや、諦めんの早。ちょっとぐらい乗ってくれてもよろしいやん。最後まで見てくれてありがとうな。チャンネル登録とグッドボタンも押してくれたら、僕めっちゃ嬉しいけどな。